特殊主義とは、徳のある統治者がその持ち前の徳をもって、人民を治めるべきであるとした、孔子の統治論に由来する儒教の政治理念、思想。古くは特化などと呼ばれていた。特殊主義という言葉は、蟹江義丸の孔子研究、高瀬武次郎の品哲学史で提唱され、日本では、宇野哲と、中国ではチン、陳ヤストが広めた言葉である。説問開示によれば、 徳と同じ意味に用いられる。徳の字は、外は人にえしめ、内は己に、徳と解説される。また、字型を見れば、まっすぐな心と解することが可能であり、それに、佇みを加えることでまっすぐな心による、行いの意味を有することになる。すなわちまっすぐな心を持って、相手に恩恵を与えることで自らも、恩恵を得ることができるというものであった。諸教や、 司教では、こうした徳は、天から与えられる内面的な道徳であり、自らを研算して、これを積み重ねて内外に恩恵を与えることができる、明徳な人が天命を受けることができると考えられていた。孔子は、論語異性編において、異性意徳非助北心にそのところしかも修法し、友行ゆきをなすに徳を持てす。例えば北心のそのところにありて、 修正のこれにともうる名ごときなりととき、君主を北極星、国家を星空、人民を星々になぞらえて、君主が得で、国家、人民を治めることで、人民を正しい方向に導いて国家は調和されて、安定するととき、国家統治の要は、法令や刑罰、軍隊ではなく、道徳や礼儀であるとした。申しもこの思想を継承して、刑罰や、 軍事などの力を持って国を治めることを波動とし、道徳や礼儀などの徳を持って国を治めることを王道とした。だが、戦国時代に入ると、君主自身の能力への依存や運用の新生といった難点を有する独自主義に対してあらかじめ決めた法令や刑罰でもって国を統治し、布国強兵を目指すべきであるとする方果が盛んとなってきた。彼らは、 儒教の独自主義を批判したが、その一方で、現実的な社会に合わせて、折衷の動きもあった。純子は孔子が重視した例にも、規制的な要素があり、独自の枠組みから外れるものに対しては、刑罰などの制裁が課されるとした。また、法医でありながら、純子からも学んだ、反比は、徳が持つ君主からの恩恵の部分を捉えて、新章筆罰の心象の部分こそが、 徳の本質であると説いた。極端な放火主義をとって崩壊した旗が途上で、挫折した中央集権、王権市場の国家形成の路線は漢に継承された。ただし、漢は旗の下方から民衆を救うことを大義名分として、成立した国家である一方で、旗の統治体制を継承するという矛盾を抱えていた。漢王朝には放火思想の放治主義を報じる。 国理と呼ばれる官人も多数抱えていたが、そのうちの一人、佐久は、法令は人情に合致すべきであると唱えて人民に過酷な法律は帰って統治の妨げになると論じた。やがて、武帝のもとで儒教が大政教学としての地位を得るようになると、当中女は、怨妙古行説をもとに天と人の相互の官王関係を論じた、天人召喚説を唱えると、 天にも陰陽があり、火が得で、影が軽であり、どちらか一方がなくても国家は成り立たないととき、独自主義を基本とする儒教の中で、法治主義の補完が必要であると主張したのである。以後、中国王朝は、表向きは、儒教の独自主義を国家理念としての絶対的地位を維持させながら、裏では、法家の法治主義による国家運営を遂行する体制が、 旧中国の一貫的な統治像として確立することになった。儒教が得く特殊主義は日本においても法治主義を代表する律令とともに一定の範囲で許容された。もっとも日本の場合は中国のように家挙が導入されたわけではなく古代から続く強力な種族性と中世以後家柄価格によって地位を占めた支配階層が国家を支配して人民に対峙する。 形態となっており、独自主義を掲げても、結果的には、支配階層が体制と自らの社会的地位、特権を防衛するための手段という面はあったが、統治者である天皇が徳を持って、人民を強化して、人生を施すことの社会政策上の必要性は、一貫して認められるところであった。天皇は、象直で、徳薄くしてくらいにあると、謙遜し、天才があれば、 自らの徳の無差を責める象徴を出した。もっとも、日本では、疫性革命は起こらないと信じられていたために、日本においては、君主が徳であるべきであるという考えと、不徳非道の君主が位を追われることという考えが、結びつけられることには抵抗感があり、江戸時代の儒学者ですら、法罰否定論を論じた者は少なくなかった。だが、上級の欄から、 南北朝の内乱にかけて王権が動揺した一、時期においてはその危機感が強い時期があり、その可能性を指摘した、愚感省、人能性陶記は、この時期の著作であり、また実際の朝廷や幕府においても、盛んに特性が行われて、人生の推進が図られた。また、支配階層の特事とは別に集団の指導者として、徳を高める、必要性の認識が、室町時代から、 江戸時代にかけて武士や人民にも見られるようになり、武徳人が社会において数敬を集めたり、江戸時代には大名が藩士に領民の模範となる行動を求めることがあった。明治に入ると教育直後などを通じて国民に天皇を呼び、国会の忠誠を求める一方で、天皇がそれにふさわしい聖徳の持ち主であることが盛んに懸念されるようになった。また、 今日でも責任ある地位の人間が謝罪会見などを行う際に不徳の致すところという表現をしばしば用いられるのも集団の指導者としての徳の必要性が追求された時代の名残であると言える。ありがとうございます。